いや、地下一人だが、どうしてそんなことを？あなたたち、一体何なの？それが、この近くで行方不明になった人がいるらしいんだ。お前、行方不明？だそうです。すみませんね、力になれなくて。いえ、ご協力感謝します。おかげで必要な情報を手に入れることができました。ところで山科さん、お気づきでしたか？あなたのエデンアカウントは乗っ取られ…エデン？しかしご安心を。すでにアカウントは取り返してある。ん？山科誠さん、どうかしましたか？強引に追い返されてしまったな。その分得られた情報は大きかったようだ。山科誠の本当の娘はこの山科地下で間違いない。となると、あの依頼人は山科誠の娘を語って依頼してきたということだ。語った理由について大して興味はない。だが依頼人が山科誠の何を探りたいのか、背後関係に何があるのか、大いに興味をそそられるところだ。そして気になることはもう一つ。まあそれは置いておくとし、依頼人はまた事務所を訪れると言っていた。お楽しみの到着を。さあ事務所へ戻ろう。どうも。来たか。予想していたより随分早い。やはり優秀な依頼人のようだ。どうぞソファーへ。調査は終了しました。結果を報告しましょう。以上が今回の調査結果です。アカウント狩りにはザクソンというハッカーチームが絡んでいました。山科誠は行方不明でも何でもなく普通に生活しています。娘のチカと妻と3人仲睦まって。では今回の調査はこれで終了とさせていただくが。はい、問題ありません。
また来ます。いつでもどうぞ。次はぜひ本名でいらしてください。上白優子さん。